林寺隼人を筆頭に最強の達人たちが集う修行条件道場。入門者には漏れなく達人たちから優しい指導が受けられます。今回は龍山泊に所属する5人の達人たちを解説。動画の後半では一番敵に回したくないキャラを紹介します。龍山泊で達人になるための修行を受けたい人は高評価に向かってあーパパパパパパ。お気に入りのキャラやシーンをぜひ教えてくださいね。喧嘩百段の異名を持つ無天剣六流空手の使い手。見るからにこわもて顔で顔面を横断する大きな傷や隆々とした筋肉が近寄りがたい雰囲気を醸し出しています。そんな見た目にもかかわらず実は照れ屋で面倒見が誰よりもいいんです。弟子は取らないと言っているにもかかわらず健一のことが放っておけません。照れ隠しに急遽自分の誕生日をでっち上げ健一に貴重な指導をしてくれました。照れてる姿がちょっと可愛らしいですね。その強さは桁外れで日当たりだけで相手を気絶させてしまいます。空手で培った攻撃は屈強な打体をした格闘家でさえ一撃で倒す破壊力。特に健一を傷つける相手には容赦しません。恐ろしい形相で敵に襲いかかるんです。どっちが悪役かこの顔を見る限りわかりませんね。酒とギャンブルを愛する榊さん常に酒瓶を持ち歩いています。ギャンブル好きでも才能はまるでありません。赤ちゃんに手助けしてもらいました。実は無職の榊さん収入源はたまに曲がってくる裏のお仕事。公にできない依頼を引き受けて1回でドカーンと稼ぎます。もちろん依頼は危ない仕事ばかり。それでもどこか楽しそうに仕事をそつなくこなします。榊塩のライバルは一永久剣の本郷明。活人剣の榊と殺人剣の本郷はお互い認めつつも相入れません。魂を削るほどの激闘を繰り返してきました。光悦寺秋雨は哲学する柔術家の異名を持つ光悦寺流柔術の達人。渋いヒゲがチャームポイントで深い思い入れがあるようです。一見細身のやさ男のように見えますが実は特殊な訓練で身につけた瞬発力と持久力を兼ね備えたピンクピンに覆われています。そのうちに秘めたパワーは計り知れず榊塩が一目置くほどです。曲がった標識を指一本で元通りにしパワーでプロレスラーを圧倒します。もちろんパワーだけではありません。その磨かれた技の一つ一つが効率的に敵を無力化します。健一のメイン師匠でありさまざまな訓練道具を作成し健一が強くなるようにと日夜研究を続けています。完成品を試す姿が楽しそうですね。龍山泊内に光悦寺流接骨院を開業し医師からも見放された症状も回復できてしまうんです。その技術はまさに神業、知る人ぞ知る名医なんです。実は芸術分野でも名を馳せており彼の作品はとても貴重なんです。純能力だけなら龍山泊ナンバーワン。パソコン初心者の秋雨でしたがすぐにハッカー並みの知識を身につけました。一永久剣のアレクサンドル・ガイダルが彼の好敵士。二人の対決では戦いながら彫刻を作るという不思議な戦いとなりました。馬剣水はあらゆる中国拳法をマスターした達人です。なぜ世界はただもっとエロく平和でいられないのか。平和を強く望む一方エロいことに関しても情熱を注ぎます。ミュウやシグレの入浴や着替えを除き盗撮までする始末。その飽くなき女性への探求心は健一も密かに憧れています。かつては誰もが振り返る美少年でしたがどこを間違ったかエロいハゲ親父となってしまっています。しかしかつては中国の巨大武術組織法王武教連盟の元総帥、何万人もの門下生を抱えていたらしいんです。今の姿からは想像できませんね。その実力には中国武術界も一目置いており、戦闘となるとその場に応じた流派の技を惜しげもなく披露してくれます。ただ女性が相手となると戦い以外のところに力を発揮、まさに芸術技ともいえる脱衣テクニックを披露してくれるんです。小柄の体から繰り出される寸劇は驚異的。
恐るべき破壊力で強敵ディエゴですらも大ダメージを受けました。数々の名勝負を繰り広げますが、最大のライバルは兄である馬頭月でしょう。一英九剣の一人でビル内で壮絶な死闘を繰り広げました。裏ムエタイ界の死神の異名を持つアパチャイは古式ムエタイの達人です。2メートルを超える大男で、ニコニコしていても相手に威圧感を与えます。かつて裏ムエタイ界で無敵の強さを誇り、常に全力で相手を瞬殺していました。そのため手加減をすることが最も苦手。反射レベルで全力のパンチやキックが出てしまうんです。健一との稽古中に何度も瀕死状態にしてしまいました。長老との手加減修行や意識の改革でなんとか手加減できるようになりました。アパチャイの性格はとにかく素直で純粋。子供や動物たちと容易に心を通わせることができるんです。かつて人身売買グループに騙されるような形で雇われており、その時に長老の風林寺隼人と激突。戦っている最中に雇い主グスコーの悪事に気づき、隼人と共に組織を壊滅してしまいました。それ以来隼人とミュと共に日本に訪れ、両山泊に住み着いてしまいました。アパチャイのライバルはかつての兄弟シアーガード。お互いの信じり者のために信念をかけて戦いました。武器と兵器の申し子の異名を持つ高坂しぐれは高坂流武器術の達人です。ミュウと並ぶ両山泊の2倍美女でスタイルも抜群。しかしその超人的な武術はたとえしゃもじだったとしても、恐るべきキレで日本刀竿負けの殺傷能力を持ってしまいます。日本刀、槍、宿内など様々な武器を使いこなし、バイクや戦車など様々な乗り物をも乗りこなします。かつては闇の刀匠である父と人里離れて暮らしていましたが、父の死後秋雨の紹介で高坂八郎兵衛の養子として引き取られます。その後秋雨の住む梁山泊に訪れ、共に生活をするようになりました。もともと人を避ける傾向のあったしぐれですが、健一と関わるうちに人前に現れるようになりました。武器を持った相手との戦い方を伝授するとともに、健一の精神面の修行を担当することになったしぐれ。健一と一緒に武器組との戦いに参戦しました。しぐれの好敵手は元闇の武器組のキイカゲロウ。しぐれの父が撃った刹那丸をめぐって限界ギリギリの戦いを行いました。梁山泊の達人5人のうち最も敵に回したくないキャラはやはり光悦寺秋雨でしょう。その強さはもちろんですが、恐れるべきはその頭脳。たとえ不利な状況に陥ろうとも起死回生の策を編み出してしまうでしょう。さらに倒れた味方をも直してしまうその意術。苦労して倒したとしてもすぐに回復されてしまうでしょう。敵になってしまうとこれほど恐ろしい相手はいないでしょうね。長老が不在でも梁山泊を守る最強の達人たち、彼らの本当の強さはまだまだ謎に包まれています。